渋谷が好きだっていう人をたくさん集めたいと思ってますし、そういうシティプライドがたくさんある街がいい街だというふうに思いますから、就任以来行ってるロンドン、パリ、ニューヨーク、渋谷区っていうのはそこは本気ですし、この渋谷芸術祭も第9回を迎えました。こういった一般公募で作品を得られるような形になって絞り込まれてきたかなという感じがしております。スペースがですねすごく良くなって、こういったところで展示したいっていう人たちがですねどんどん増えていくような感じになっていると思いますので、これからもますますですねかっこよくなるようにしていただければと思います。作品海です。タイトルが形なきその名というタイトルで、神様的なのか来たかったんですけど、僕は無神論者なんで、美しい造形、それがおそらく神であるぞっていうのを表現しています。宝具の雨です。宝具ってそのなんだろう、幸せっていうのは苦痛も伴う幸せがあるというか、なんかその平和が全てじゃないっていうか、なんかそのいろいろな意味が込められてるなと思って、それで今日この雨はきっと宝具の雨だろうと思って、でそれで描いた作品、なんか渋谷らしい作品を見つけたいなと思って。やはり渋谷アワード、ここでやっているだけに渋谷ならではのやはり賞を出そうじゃないか、それをここで集めてみんなに見てもらおうということで始まった、渋谷アワードです。ダイバーシティというか、そのクリエイティビティを支えるのっていうのはもう本当に多様な活動が生まれてこそ、やっぱり創造性というのは発揮され、こう街にそれがあることによって街がどんどん活気に満ちてくる。渋谷の良さって本当にこう多様な人が集まって混じり合って、そこから価値や文化やそういったものが生まれてきてると思うんですね。ネットを介してだいぶいろんなものが広がって、来なくても物が買えたり情報を得られたりするようになってるんですけど、やっぱりこう街のこうグルーヴ感っていうか、そういったものはやっぱり来ないとわからないと思うんですよね。まあエネルギーですよね、この街に集まる。やっぱそこがやっぱりいつもふつふつとしてないといけない街だと思うんですね。なんていうのは、古い伝統のあるものも日本文化みたいなのもありますし、今新しく生まれてきているものもやっぱり両方、それが両立してこそやっぱ渋谷なんじゃないかなというふうに思います。渋谷の良さって本当にこう多様な人が集まって混じり合って、そこから価値や文化やそういったものが生まれてきていると思うんですね。なんで9回目ってね、やっぱりだんだん歴史が積み重なってくる。やっぱり10回ね、英語でディケードっていうぐらいですから、渋谷に根付いた芸術祭っていう風になってくれるといいなというふうに思います。